こんにちは、豆腐と言います。今回も最終戦語っていきます。スポットが当たるのは日向。前回の動画の最後で最強のおとりが頭角を現しました。今回はそんな日向がバレエを通して人生の生き方を物語ってくれます。その生き様やスケールの大きさに胸を打たれると思います。ぜひ刮目していただきたい。それでは今回もどうかお付き合いください。第385話、テンションが上がると同時に悔しさも増します。このタイトル、日向の活躍を見たライバルたちの心情を表現してるみたい。その一人、小金川、彼はまだバレエを続けています。感動のあまり目が潤んでいる。そして五色、金田一、国見。国見はもうバレエをやっていないけど一番嫌そうな表情、相変わらずクソ野郎ですね。そして月島、1年生合宿の猛者たちが震えるのいい。日向の守備を取り相手を出し抜く駆け引きは確かに圧巻だけど、それに引っかかる方もやばい。攻撃の直前の一瞬に相手の守備を正確に把握している。互いにハイレベルだからこそ成立する駆け引き、分かってはいたけどプロはやばい。第3打ち、どうやらやばいが一周して落ち着いたようです。試合は拮抗し16対16、依然として強力なサーブが飛び交います。サクサがレシーブ、これでサクサのバックアタックはない。アドラーとしては攻撃の選択肢が一つ減るから嬉しいと思ったら不快な情報が追加される。日向がブロードに走る。小さいのに相変わらずの存在感。急にこんな動きされたらブロッカーも意識しない方が難しい。ブロッカーとしては不快なんでしょうね。どれくらい不快か月島が表情で物語ってくれる。非常にわかりやすい。ライトから日向、ボクトさん、メイヤン選手、スパイカー3枚。アツムが選択したのはメイヤン。さらにこのジャンプ、どうやら斜めに飛んでる。この日向とボクトさんの瞬が可愛いですね。でもこれを見ると本人たちは本当におとりとして飛んでるのではなく、結果的におとりになっただけで打つ気満々だったのが伝わる。ブロッカーを翻弄し強烈なスパイク、決めたのはメイヤン。でもおとりとして飛んだ2人も同様に歓喜。そしてアツムも快感に浸る。とても気持ちよさそう。スパイカーかっこいいほどセッターはもっとかっこいい。そんな風に見えます。誰が決めてもチームの一点。さっきのプレースパイカーと情報が錯綜してて観客は理解が追いついてません。実況が解説、日向をライトに走らせて C に切り込む僕とメイヤン、 A と思いきや B 気味にクイック。スパイカーは3人だけどスパイカーの力量によって選択肢は3つにも4つにもなるらしい。これにブロックも反応が遅れた。観客はまた日向が何かやる、そう思わされたようです。我が子を褒められたように第3たちが照れる。読者もこの3人と同じような気持ちになったのではないでしょうか。日向が世界に認められ始めて我々も嬉しい。テンションが上がると同時に悔しさも増す。それはこの2人もでした。宮城県鉄壁の代名詞、青根と二口。日向のおとりを含めたブロック泣かせの攻撃、そこから捕まえる指南を地獄の漁業と例えます。二口は相変わらず口も目つきも悪いけどバレエも続けてるみたい。二人とも仲良さそうで嬉しいです。そしてここで日向、本日2回目のサーブ。1回目は惜しくもアウトでした。その汚名を返上するような見事なサーブ、しかし拾われて牛島の反撃。かろうじてつなぎますが厚めが触ったためセッターがセットできない。多彩な攻撃が封じられ単調な攻撃になりそうですが、翔陽君と厚めが叫ぶ。月島が目を見開く。月島だけじゃありません、みんなが瞠目する。この日向が悔しがってるシーン、1年生合宿のシーンですね。月島は合宿中の2対2で五色に一度怒られました。トスが低くて雑、月島が同年代に怒られる貴重なシーン。その指摘があったせいか合宿の終盤で成長を見せる。満点ではなくても丁寧なトス、五色も悪くないというような反応、これが強烈に決まります。このプレーに日向、ナイストスと称賛。発言と表情がこの上なく合ってない。珍しい月島のトスを見てテンションが上がると同時に悔しさも感じるようです。具体的でかつ正直、認めたくないけど認めざるを得ない。それよりもこの発言から来てたんですね。さっき紹介した385話のタイトル、高校時代は日向が月島のトスに向けて抱いた感情でした。しかし今回はそれが逆転します。月島が日向のトスに対する感情、セッター不在の中セッターが上げれない時は日向が上げる、事前にそう決めていたような迷いのない動き。レフトにはサクサとトマス、2枚のスパイカーを贅沢におとりとして起用。まさかの難易度の高い背面トス。日向も当然のように上げるし厚湯も当然のように待ってる。あの合宿もう一人重要な人物がいました。日向に多大な影響を与え、同様に日向からも多大な影響を受けた客沢雄大、彼もバレーを続けていました。日向の成長に悔しさをかみしめます。セッターがいなくてもハイレベルな攻撃が可能、ジャッカルの躍進が止まらない。やっちゃんもその活躍に拍手。何がすごいのか分かってないような様子。月島は素直に褒めればいいのに辛口で評価。あれくらいできないとバーンズに代わって出る価値がない。純粋な攻撃力で207センチの大砲バーンズにかなうわけがない。
言ってることは正しいんだろうけど、絶対に日向を褒めないという強い意志を感じる。その月島の解説に山口とやっちゃんが追加で補足。長いから要約すると、日向の攻撃力とおとりの攻力プラスセッティング力を総合してバーンと同じくらいの貢献度。やっちゃんの解説が様になってますね。完全にクロート発言。やっちゃんといえばバレー初心者でメモ帳を片手に必死に食らいついてる印象でした。でもマネージャーを3年間務めて知識も観点も身についたんでしょう。さっきあんな表情をしてたから、やっちゃんってあんまり変わってないのかなって思っちゃったけど、この静観の表情、知性に付随して品すら感じる。そして山口の補足。日向が入る時とバーンズが入る時でチームのタイプがガラッと変わる。ジャッカルは全く違う種類の強さの手札を持っている。同じポジションでも役割が違うんですね。実は日向、高校時代はミドルブロッカーでしたが、プロではオポジットになってました。そしてこの山口の解説、似たような解説が過去にもありました。それが白鳥沢戦。牛島のポジションオポジット、そしてカラスのオポジットは大地さん。セッターと対角に位置するこのポジションがどういう動きをするかでチームの戦術が変わってくる。よくあるパターンの一つは、大地さんのようなオールラウンダーの選手、攻撃も守備も器用にできる。もう一つのパターンが牛島のような大砲を置くパターン。ジャッカルのバーンズはこの牛島のようなパターンなんですね。おとりの日向、大砲のバーンズ、確かにチームのタイプがガラッと変わりそうだし、どちらも強そう。それにしても日向はどんな経緯でオポジットになったんでしょうか。今までポジションが変わった選手は数人いました。例えば枠谷の中島武、ウィングスパイカーからリベロへ、高さの壁を越えられず苦渋の選択でリベロへならざるを得なかった。そう勝手に憶測します。そして猫間の井岡、ミドルブロッカーからウィングスパイカーになることを検討されてました。いろいろ理由はあるけど、その根源はミドルとしてリエーフに負けたから。井岡と武、どちらも前向きな理由ではないし本意でもないと思ってます。ですが日向はどうでしょう。オポジットは器用な選手がなるポジション。きっと何でもできるようになって、そこを評価されてオポジットになったんじゃないでしょうか。合宿中練習に参加すらできなかった。コートを拭きながらこう痛感した。全部できるようにならなきゃ。その思いでビーチを始めて本当に何でもできるようになった。その証明のようにオポジットのポジションを獲得した。日向の成長を物語る前向きな理由と思ってます。月島を圧巻する2人の解説。しかしこれはあくまでオポジット単体で点が取れる前提。個人で点が取れないと話にならない。月島はやっぱり意地でも褒めたくない様子。こいつらよく3年間同じチームでやっていきましたね。そんな月島を黙らせる日向、ブロックに阻まれてもブロックアウトを決めていく。鬼の金棒ではなくただただ強い鬼。ジャッカル3点リード。月島が不服そうですね。ざまあみろ。この活躍に高麗、そして相手チームの監督がおののく中で、この人物も震えていました。増本さん、鴨居大生の時のひばりだ監督との会話を思い出す。高麗の活躍を見てひばりだ監督がこう言ってました。我々は小さく優秀な彼らを求めない。我々が求めているのは大きくて優秀な選手だから。残酷な判定ですよね。結局大きいが正義、そう思わされる。しかしこう付け加える。でもこの国で大きく優れた選手が育つとき、小さくとびきり優れた彼らが道を譲るわけじゃない。我々は求めない。でも彼らには関係ない。確固たる実力で我々に選ばずにやってくる。高麗の表情がたまらない。ひばりだ監督に喧嘩売ってるみたい。お前らが大きい選手を好むのは分かった。でも俺を無視できるか。実力でねじ伏せる様に心震える。増本さんたちがかつて高麗に抱いた感情、今度は日向にそう思わされる。日向は小さい。でも世界はもう日向を無視できない。心なしか高麗も日向も描写が似てる気がする。この回第385話、さっきのタイトルといい、このシーンといい、昔のシーンと重なってる。配給らしいおしゃれな表現。月島や高麗に向けられていた感情のベクトルがどちらも日向に向けられている。日向の成長がこの1話にギュッと詰まってて、個人的に好きな回なんですけど、この次第386話もっと好き。そのタイトルは自由。なぜ自由なのか、作者からどんなメッセージなのか、僕なりの解釈を語っていこうと思います。止まらないジャッカル、アドラーズはたまらずタイムアウト。この一時の休憩で第三たちが談笑。議題は西野屋は今何をしているのか。朝日さんが知ってるみたい。さすが東西コンビ。西野屋は今イタリアでカジキを取っている。朝日さんはひょうひょうと着調だけど文面はやばい。第三も聞き返します。イタリアでカジキを取っている。ここの第三ツッコミ好き。我々読者の感情を代弁してくれたから。聞こえなくて聞き返したわけじゃない。どうしてそんなとこでそんなことをしているのか、その経緯が知りたいから聞き返している。今日こんな写真
信が来た。確かにカジキを取っている。読者も含め理解に苦しむ。一瞬たじろいだけど、まあ西根屋だしイタリアでカジキくらい取るかって落ち着く。というかそうやって無理やり落ち着けるしかない。西根屋はとっぴにイタリアに行ったんじゃなくて、どうやら高2の時点で決めていた。朝日さんが東京に出るか迷った時、西根屋に将来を聞いたらしい。漠然とバレエをすると思っていたけど、壮大なことを口にする。お金を貯めて日本でも世界でも行けるとこまで行ってみたい。見たことも聞いたこともないこといっぱいやってみたい。朝日さんは最初絶句したけど、これに感化されたのか、東京の学校、副関係の学校に行こうかなとこぼします。朝日さんは東京に行くか迷っていた。でも西根屋の行動力に感化され東京に行くことを決意した。そんな風に解釈します。だって東京も新幹線でビュンだから、地元から出る、上京する、人によっては大きな決断だろうけど、西根屋にとってはビュンらしい。この思考、おそらくおじいちゃんの教えが根源にあるんでしょう。稲荷作戦で西根屋が珍しく自分の幼少期を語りました。実はガキの頃すげえビビリだった。虫が怖い、犬が怖い、鳥が怖い、お化けが怖い、そして人見知りだった。今となっては信じられない事実。西根屋はそんな怖がりな自分があまり好きじゃなかったのかもしれない。そんな自分をじいちゃんが変えてくれた。どうして怖がることが悪いのか。男らしくないから。違う、もったいないから。わからずじまいはもったいない。綺麗な夕日を眺めながらそう言いました。この街ではこんなに綺麗な景色が見える。でもこの場所を知らないとこの夕日は見れない。西根屋の城の名前にかけたとてもおしゃれなシーン。無意識か意図的か、これが根源にあると思う。最初イタリアでカジキ取ってるなんて聞いた時は驚愕したけど、きっと西根屋に言わせてみれば、一度きりの人生、やりたいことをやらないともったいない。我々の価値観なんてそうやって一周されるでしょう。当たり前だけど世界は東京だけじゃないし日本だけでもない。だからもったいない。とても男らしい。ビュンって感覚で世界に飛び出す後輩たち、先輩たちも胸を打たれる。現役時代恩師がくれた最後の言葉、これからも何だってできる、何者にでもなれる。かつての教え子、そして後輩が人生で物語る。彼らは小さいけど生き様は壮大です。日向の活躍にやはりこの人物もうなる。何をどれだけできようとも俺たちに十分はない。この俺たち、範囲はどこまででしょうか。バレー選手全員なのか、それとも日向と鷲城先生の二人のことでしょうか。おそらく後者の日向と鷲城先生でしょう。それは過去にこんな発言をしていたから。1年生合宿の終わり、先生たちの飲みで日向が話題に上がった。高さというものに対する圧倒的な上、意識していようといまいと、ポジティブだろうとネガティブだろうと、絶対にそれはある。俺たちに体格の代わりに与えられたものこそその上。ここでも俺たちと言ってました。ここの文面では明らかに日向と鷲城先生のことでしょう。もちろんプロの世界だったらどれだけ上に行っても上がいる。だから十分がないのはどの選手も同じと思うけど、高さがない彼らはその上が人一倍強いんでしょう。日向のその上が鷲城先生は誰よりもわかる。というより俺以上にわかる奴がいてたまるか。そんな表情ですね。何でもできるようになった日向、直前で軌道が変わるサーブをうまく処理します。これが強烈に決まる。トマス選手が絶賛するけど、日向は風よりマシと余裕のある笑顔。風に遊ばれた糧が生きている。そして流暢なポルトガル語の会話。僕とさん多分意味分かってないけど、雰囲気がかっこいいから言ってみたい。素直で可愛いです。やりたい放題、言いたい放題の僕とさん、プレーもやりたい放題です。ロメロのスパイクに前に出すぎた。間に合わないから胸部でレシーブ。当たったのではなく胸部を選択した。これを脊髄反射でやるから恐ろしい。田中が嬉しそう。これ好きなんでしょうね。赤足ももう笑うしかない。僕とさんは元気レシーブと言っています。勢いに乗って流れるようにスパイクへ。このイケイケな雰囲気をおとりのように贅沢に使う。厚夢の2が決まる。配球セッターの名物と言ってもいいでしょう。今大会初めての2です。これでジャッカルセットポイント。ここで取れば第1セットを先取。牛島のスパイク、日向がコースを読みます。さすが日向、読みが鋭い。でも関係ない、パワーで黙らせる。日向の判断は正しかった。しかし単純に牛島のパワーが勝った。この無言のやり取り、ズレがあって面白い。牛島は強くぶつけて済まないと謝罪してるつもり。でも受け手は強くて済まないと聞こえる。相変わらず悪気や嫌味がない牛島。一番腹立つ。コースに入っても関係ない。爽快的なそのパワーに鷲城先生も嬉しそう。そして奥さんも旦那が上機嫌で嬉しそう。次は影山のサーブ。その脅威ゆえにジャッカルは気合を入れ直す。意図的ではないが、そのレシーバーの胸をつくネットイン、身構えすぎて反応に遅れます。なんとか厚むがつながるけど、またもセッターがセットできない。さっきセッター不在の時は日向が代役として挙げていました。今回はセッティングではなく強打。イレギュラーなボールでも瞬時に対応できる。しかしこれにブロック反応してる。今の日向は何でもできる。だからこそ警戒される。そんなブロッカーたちを嘲笑う。まるで自分をおとりにするように強打をファイクにセット。ここで山口が昔を思い出します。日向が鴨井大戦でこぼした。強いって自由だ。
これは鍵山のサーブに触発された時です。いつも強気な鍵山、まさかの強打ではなく威力を抑えて確実に入れていく。実況も意外だった様子。ここまでとは違って入れていくサーブ、しかし研磨はこの時点で感づきます。サーブの矛先はガオ、大砲ガオはバックアタックに専念するためレシーブから外れていた。でもここまで露骨に狙われたら自分が取るべきか、それともバックアタックに専念するべきか、その一瞬の迷いが命取りになってノータッチエース。カモイダイとしては屈辱の一点、レシーバーのお見合いを誘発させました。研磨は誘ったと憎らしく言いますか、こいつには言われたくないですね。ゴミスパの決戦、あんなことしやがって。幻惑、誘発、強突く、研磨の得意技、それと似たようなプレーを影山もかましてきました。全国を舞台にやりたい放題して楽しんでいます。これを見た日向が嬉しいのか悔しいのかわからない表情でこう言いました。強いって自由だ。山口だけが敏感に反応していましたが、きっとあの言葉があったからでしょう。師匠島田さんからの受け売り、勝負事で本当に楽しむには強さがいる。正確には島田さんの受け売りではなく鵜飼元監督の受け売りですが、山口には響いたんでしょう。この頃の山口はまだ実績がなくて、唯一1年でスタメンじゃないことに劣等感や悔しさを感じていた。自分には強さがない、だから楽しくない。そこから精進してヒーローになり、何度もカラスノを救ってくれました。元根性なしだった山口が最終的には強豪の主将まで上り詰めた。強さを手に入れたらもっと楽しくなる、それを人一倍痛感しそう。だから強いが自由に直結するこの理屈、すっと心に響いたんでしょう。日向が自由にかける様を見て、その言葉を思い出した。このボール打ってもいいし打たなくてもいい、日向は自由に選択できる。選べない人生より選べる人生の方がいいに決まってる。誰でもそうなりたいけど、日向は幸運に恵まれてこの生き方を得たわけじゃなくて、努力の賜物だからこっちも勇気をもらえる。自らをおとりにしたセッティング、ボクトさんが決めて第1セットはジャッカルが先取。このシーンで僕が好きなポイントがあります。それはこの386話タイトル自由、この1話に日向と西野の人生を同時に描いてくれたこと。もしここで西野がいなかったら、なんかバレーを続けることが正義、何かでプロになったり何かで大成することが成功者みたいな偏った解釈になってしまいそう。でも多くの人がそうなれるわけじゃない。日向の成功に勇気はもらえるかもしれないけど、やっぱり我々とは違う人種、そうやって線を引いちゃいそう。でも西野は違う。特に西野なんてバレー選手になっても不自然じゃない。でも作者はそうさせませんでした。プロになれるほどの西野をプロにせず、頑張れば我々でも真似できるようなことをさせるから意味がある。行けるとこまで行ってみたい、見たことも聞いたこともないこといっぱいやってみたい、やりたいことをやりたいって普通の感性と思うけど、今の時代なぜかそれを口にすると叩かれるイメージがあります。正直僕はやりたいことあるとか東京行くとか、このレベルでさえ口にする勇気がありません。これからも何だってできる、言いたいことはわかるけどなかなか踏み出せません。でもここで日向だけじゃなくて西野も並べてくれたこと、作者の配慮というか気遣いを勝手に感じています。君がやりたいことをやればいい、何でも挑戦すればいい、そんなメッセージを感じる。そもそも西野の使い方が大胆、バレー選手にもさせず会場にも来させない、世界に飛び立たせて階級に深みを持たせた。ちなみにこういう描き方は少し前にもありました。375話タイトル磨く、日向のバレー感をエイトールが愛車をピカピカに磨くみたいと例えた。そして同じ回に研磨も出てきた。バレーはもうやってないけど、やりたいことを磨き続ける人生を送っていた。研磨の名前にちなんだおしゃれな表現、これも意図的に1話にまとめたと思ってます。バレー人生の日向、バレーを選ばなかった研磨、道は違えど好きを磨く人生、2人を対比した素敵な回。そして今回は自由、日向と西野の対比。何かのプロを目指してもいいし、行きたいとこに行くのでもいい、東京に行ってもいいし、地元に残って就職してもいい。配給気づいたら人生の教科書みたいになってる。でもそう言っても過言じゃないくらい作者の思いが詰まってると思います。以上第1セット目まで語っていました。ここまでは日向にスポットが当たったんですけれど、最後の自由というタイトルがとても好き。日向だけじゃなくて西野も並べてくれたこと、これがあるだけで親近感あるし読者も希望が持てると思う。大人編って今までのキャラがたくさん出てきて、作者がキャラを大事にしてるのが伝わってきますが、キャラだけじゃなくて読者も大事にしてると解釈してます。そして次はいよいよ影山にスポットが当たります。僕ですね、この最終章で一番好きな回が影山の回なんです。なんでかっていうと、このお利口さん発言、僕最初これ聞いた時意味がちゃんと分かってなくて、あとここも新コート上の王様の誕生、最初の王様と何が違うのか、当時の僕に聞いたらちゃんと説明できなかったと思うけど、最後まで読んでやっと分かった。お利口さんのシーン、ここまでの変遷、見たびあった王様のそれぞれの意味、めっちゃ熱入れて話しますので、次の動画も見てもらえたら嬉しいです。それでは今回もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。